今日はこの体になるために僕がやっていることを紹介したいと思いますので、最後までお付き合いください。どうも、前回マックスです。完全にウェイトをやめてもう3年が経とうとしてます。筋肉は落ちるのかなと思ってましたが、落ちるよりは増えていってますね。この体を維持と向上を目指すためにいろいろと試行錯誤してトレーニングをしています。カリステニクスでもムキムキになることを少しは証明できたのではないかと思います。僕の思想ですが、筋トレをやってる以上ね、細い体っていうのは僕の中では正直言って嫌ですね。鍛えてる以上筋肉ムキムキで動ける体でありたいと思うし、そうでないとダメかなって僕は思います。僕は見た目にもこだわりたいし、動ける体というのにもこだわりたい。それがカリステニクスなのかなとも思います。それで今日僕が筋肉を大きくするためにやってることを今日は紹介したいと思います。筋肥大のために必ずやってる種目はたった2種目です。誰でもできる簡単な種目です。今倒立プッシュアップをするんですが、これは筋肥大とは無関係です。これは毎日のルーティンでやってることで、肩トレとパフォーマンス向上のためにやってます。僕は3日間仕事終わりにカリステニクス、4日目休みというルーティンなんですが、仕事をする3日間は毎日1時間必ずカリステニクスをやってます。3日間カリステニクス、4日目はオフ、それから3日間カリステニクスというルーティンです。いやー、倒立プッシュアップは難しいですね。なかなか向上していきません。僕はこの倒立プッシュアップを 2,3 セット行います。さて、ここから本題に入りたいと思います。僕はこの2種目をやって体が変わったトレーニングを紹介したいと思います。まず僕が紹介する2種目のうちの1つは懸垂です。これは背中に効かすようなフォームを意識して最低毎日20回を目安にしてやってます。あんまりやりすぎると次の日に疲労が残るので、僕は最低20回から30回を1セットしかやりません。いろいろとトレーニングをしますが、締めに懸垂は必ずやります。背中の筋肥大を目指しているので、フォームと背中の筋肉を意識してやってます。だいたいこんな感じで懸垂は終わりです。時間は取りません。毎日続けています。そして2種目目はディップスですね。これも必ず30回から50回ぐらいは懸垂とセットでやってます。30回やって調子が良ければ限界回数までやります。調子が悪ければ無理はしません。スピードを意識して胸にも効かすフォームを意識してやってます。この2種目を続けて体がすごく変わりました。短い期間でできますし、これなら毎日続けられます。それで毎日プルアップとディップスをやるとこんな体に仕上がります。3ヶ月もすればだいたい体に筋肉がついてくるのではないのかなと思いますので、ぜひやってみてください。肩周り、上腕三頭筋や胸はディップスで作り、背中の厚み、広がり、腹筋や上腕二頭筋は懸垂で作ります。自重でも筋肉は十分つきます。僕のやり方は追い込みすぎず、無理はしないで毎日できるようなやり方を取り入れてます。それがね、自分に合ってるのかなとも思います。まあ、これは参考程度にやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。